はい、ウェブ書道教室10月号の中学1年生の申し付け課題です。日本書道の10月号に同じものが載ってますのでね、そこにも読み仮名も書いてます。本を見ながら書いてくださいね。よろしくお願いします。はい、ビリさん。はい、わええー、わかりません。これは秋、天、天、一、駅、駅、はいはい、もうそのままですね、え、きっとそのままでしょう。中天一滴、はい、これね、書き順も全部同じ、なんかこう崩したりしてません。中学1年生ですからね、はい、まだ小学生上がって半年も経ってないかな、半年経ったか、4月からですから、10月ぐらいですから、半年ですね。あ、ちょうど、はい、ちょうど今もね、だんだん涼しくなってきますよね、10月からね。ね、まだ暑いですか。どうでしょうね。はい、これで、壁を作る、よく言います、扁桃作りでね、壁をここで作っていくんですよ、はい、これね、小学生もよく失敗するんですけどね、この壁を作らずにですね、これビーンと書いて、これをこうキーンみたいなこう書いちゃうんですね。うん、でここが出てあって火がかけないっていうミスがよく起こすやつなんで、この壁を作るっていうのをしっかりとね、意識して書いていただくといいと思います。で、この縦線ですけど少し反る、はい、いう形でください。で、この足、僕は足って言うんですけど、この、ね、足の長さをしっかり出すという形、いわゆるこうした時にこうやっちゃって足、この足出てる足が短かったらかっこ悪いんですよ、うん、なるべくこの足を予算ね出すような形にとってください。で、もうこれはもうね、そのままねトントンって書くだけです。で、この点ですね、点はいろんなあります。これ今はちょっとこう上に上がるような 行ですね、行平を使ってるんですけども、これ上が服行っていう使う方もあります。こういうね、特行と反対に使う方もあります。これどちらでも書きやすい方で書いていただいたらいいかなと思います。はい、今回これね、先生は行、平という形で書いてますけどね、どちらでも結構です。で、できたらここで力を入れるような感じ。はい、軽くいってね、ここで力を入れて、力を入れて持ってきます。で、なぜかっていうと、下を少しこことここで重たくすると安定感が出てきます。はい、だから字もね、例えばこれを立てたときに、ね、安定するかどうかで、上があまり持たすみたいにこう不安定になるんで、はい、下が安定する安定感は文字としてあります。で、位置の場合、これちょっとここ見てもらう、これ何でしたっけ。え、何ですかそれ。逆筆、逆筆、こういう逆筆、こうポンと先が出ないでしょ、丸くなってるでしょ、これ、はい、こういう風にしてこうなってるね、こういわゆるこういう風な形でこうなってるんですよ、はい、で、ここ上が丸くちょっと出てるからね、はい、造法逆筆を使ってます、はい、これちょっと練習でやってみて、こうやって逆筆をこうやってね、でこういくと、はい、いう逆筆をこうでね使っていただいてます。はい、これはもう一そのままですね、はい、ちょっと右上がりから右上がりからと、はい、でこれ壁ですね、緑、はい、こうトントントンと、これちょっとだけ締めてもらうぐらいでいいと思います。これはもう自分の格好そのまま書いていただくだけで、ここを重ねる、ここですね、重ねるだけで、口はいつものことを締めるというふうに書いていただくといいかなと思います、はい、うん、でこれもね、結構字が大きくなります、はい、あ、割とちっちゃくこうまとめてもらう方がいいかなというふうに思いますので、はい、これはね、そんな難しいのも、この大きさ、ここの秋の大きさとこの緑、ね、この平均の大きさぐらいかなと思いますね。あとはそんなに難しいものがないんで、もう大きささえしっかりとね、押さえて書いていただくっていうのがね、まあ中学1年生ですから、どんどん大きい字書いちゃうんでね、それをこうしっかりとまとめるっていうのが大事かなっていうふうに思います。以上、ウェブ書道教室10月号中学1年生の課題でした。ウェブ書道教室10月号の中学校1年生の講筆課題です。ビリーさんお願いします。はい、菊の花や奈良には古き仏たち、はい、松尾芭蕉、はい、松尾芭蕉です。五七五はいですね、はい、行きます。キク、よいしょ、中心気をつけて、草冠と中のこの米っていうのですね、中心揃えてください。で、ここに V の字ありますんで、おお、はい、ありますね、ちっちゃいんですけど、しっかり V の字作ってください。キクの花や、はい、これですね、ここ上はしっかり左払い、右払い、しっかり払っていただいて、よいしょ、ひっていう字、しっかり締めてくださいね。はい、でこの中の横線なんですけど、よいしょ、なんかね、出てしまいがちなんですけど、しっかりこの縦線より内側に
内側とか上に収め、中に収めてくださいね。はい、はい、ならのな、ここ頑張ってつなげれたらつないでみてください。イーギザギザ、はい、ゆっくりギザギザ、 Z 書くみたいに書いてください。はい、ここまた出てきました、 V の字です。はい、ならのら、よいしょ、ここ浮かせてくださいね。なんかよく出てきますね、これね。はい、出ますね。はい、気をつけて書いてください。あと2人は、よいしょ、しっかり、よいしょ、縦線と右の字をのバランスを見て書いてください。はい、古いっていう字ですね。ちょっと中学生なのでふっくら行書の横線のカーブを書けるようになるといいですね。縦線との交わりは中心です。口しっかり絞ってください。このね、口のギザギザも慣れないとなんかね、ちょっと外に出てしまうんですけど、しっかり中に入れて横にすると落ち着きます。古き仏たち、仏、よいしょ、上に上がった分この点で高さ揃えます。仏たち、松尾場所、はい、この点省略してます。こういう省略の仕方覚えてくださいね。はい、あ、ここにも出てきた、はい、さっきのと一緒です。上上がった分この点で高さを揃えてバランス整えます。はい、以上ウェブ書道教室10月号の11の公筆課題でした。